サヌキが FC 陣内に入る。ゴールラインは割っていません。向こう側のタッチを割ります。石田のインターセプト、ボールバッター高卒ルーキーの石田と、ここも甲斐のディフェンスです。スピードのある田口でしたが、テクニックのある川西、当てようというところでした。前線を送る甲斐のヘディング、大久保、そして田口かわしに行く、ここも甲斐です。後ろから走っていっていました。さあもう一度組み立て直す。まだボールが浮いています。川原が中へ止まる。そしてボールは沼津です。高いセーブ率誇っていたんですが、シュート2本のうち2本決められてしまったという土井。このところ直近の3試合というのはこの試合も含めまして途中からの出場というのが増えてきています。中野、なんとかここで結果を出したいところです。向こう側に流れる。逆サイドに流れて、もう一度クロスに持ち込めるか。エリア内に持ち込む。同点弾を放った神田、間では鎌田博夢もポジションを取っていましたが、そこを飛ばすようなイメージでした。田中から背後、雪江でコントロール。足を出したのはキャプテンの甲斐です。テンポよく動かして胴花縦に差し込む。このくさびを生かしたいのは福島、ただ人数をかけたのは岐阜。鎌田です。背後を取りに行ったイスマイラー、ボックスの角あたり、イスマイラキープ。さあ引き取る、田中クリアをします。宮崎ボールに変わります。中央、徳永のところですが、ハッタンダ、そして酒元、個人技で持っていくボックス内、ここはスライディングで対応します。ディフェンスリーダーの甲斐、ここはゴールキーパー山本海人掴みました。素早くボールを出していった山本ですが、タッチラインを割って福島ボールです。この強さを見せています福島。さらに今日に関してはイスマイラに代わる活躍が期待されるガブリエル。岐阜村田はサイドバックのような位置に入っていますね。対応されるシーンありました。鹿児島の裏のスペースを狙っていきたい、岐阜の安間監督は試合前そう話していました。富山がこの短いスペースのないところをつないで、そしてマテウス、パスは通りません。サイドを変えて鹿山、鹿山がここにいます。甲斐がボールを積極的に奪いに行きますが、さあこれ奥田コントロールする、渡辺入ってきた。おっと、最後は藤谷